文化放送おはようテラちゃん今朝のこの時間は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を伺います木下先生おはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますお願いします木下先生今日はいよいよおみそかですねいや今年もテラさんお世話になりました,ましたどうもありがとうございましたどう,どうですかこの2021年振り返ってみて木下先生にとってどんな年でした いや,やっぱりね、コロナで明け暮れた一年という感じですね。えー、まあ8月のデルタ株の大流行の時に、はい、もうクリニックも連日 PCR 検査の予約、はい、もう殺到して大変でしてですね。えー、あとあの自宅療養中の方が、はい、もう呼吸困難でどうしようもないんだけど、えー、病院に連れてってもらえない、なんとかしてくれという連絡ですね。 もうあの生き地獄のような声がもう今も耳から離れないですね,ねそうですかいや本当に今年はねそうなんですよ、ね、もうああいう医療崩壊っていうのも二度と嫌ですね、ええ、そうなんですねまあ来年はその医療崩壊起きないようにも願うばかりですところで木下先生これラジオ機の方からも質問が来てるんですけど 木下先生のいらっしゃる埼玉新都心ジャガークリニックは年末年始はどうされているんですかというような質問が来てるんですけどはいいありがとうござます土曜、日曜もね普段おやりになってますがこのあたりどうですかえ埼玉新都心ジャガークリニックはですね365日無休ですのでこの年末年始も土曜、日曜と同じくですね9時から19時で休みなく。 やっておりますので、ええ、いつでもお越しいただければと思います。あ、そうでじゃあ今日もだ9時から夕方5時までは会員してるってことですね。夕方7時までですね。いや7時ですか。はい、そうなんですよ。ええ、明日もそうするとやってるってことですね。もちろんです。<laughs> いやこれは安心ですよね。 まあ朝なんか家族寝てるでしょうけど、一、えー、人でこっそり出かけてしまっにすることはないじゃないですか。<laughs> <laughs> わざと大きいことでも立ててやってくださいよ。お母さん頑張ってんだって。 さて、えー、話題変わりますけれども不妊治療の話題です来年度からですね保険適用拡大されますが厚生労働省今月15日中央社会保険医療協議会の総会で新たに保険適用する不妊治療の治療法あと対象者などについて考え方を示しましたまず木下先生この保険適用の拡大ですが不妊治療これどういう背景があるんでしょう 現在はですね、ええ、一部を除いて公的保険が適用されていませんので、はい、え不妊治療を受けられる方の経済的な負担、これはまあ大きいんですね、ええで。厚生労働省は治療を受ける人の負担軽減、これを図ろうとですね、<え>来年度から自己負担が原則3割となる 保険適用の対象、これを拡大する方針なんですね。はい。この保険適用の拡大について、今月15日にはどのような考え方が示されたんでしょう保険適用の対象者や回数制限についてなんですねえ<っ>え。保険適用の対象となるのは、不妊症と診断された男女でえ<っ>え、治療開始時点で女性の年齢が43歳未満であることを要件としています。はい。 え治療開始時点の女性の年齢が40歳未満の場合は、子供1人につき最大6回まで、はいえー、40歳以上43歳未満の場合は、最大3回まで適用するとしています。はい、まあ保険適用の対象となる治療法については、え<っ>来年度からは人工受精、はい、それから体外受精、さら、はい、にですね、注射針などを使って、 卵子に精子を注入する顕微授精、はい、これなどについても対象とするということを想定しています。はい、木下先生の奥様、ジャガが横田さん、不妊治療を経験されてますが、それを踏まえて、ねね、これ、どういうこの考えには印象をお持ちですか。やっとここまで来たっていう15年前はです、ね、えー、保険適用は病気について行うものだから無理ですと。は ええ女性の国会議員が増えないと無理だよと、まあ、とある超有名女性政治家に言われたのを思い出しますね。えー、いやよくここまで来たなと思いますね。はいさそれではですね今朝のテーマいきましょうこちら年末年始の規制感染対策のポイント。 ま今日大晦日です。すでに帰省されているという方もいらっしゃるかと思います。お正月に帰省予定されている方もいらっしゃるでしょうね。帰省する前です。木下先生、これ PCR 検査とか抗原検査受けた方がいいですか。ま現状ではですね。えー、日本の新型コロナの感染者は、はい、まあ依然少ない状況が続いておりますので、えー、帰省で家族に感染を広げる可能性、まあ、これは昨年よりは低いと考えられます。はい。 とは言ってもですね、帰省前の対策が重要なのは変わりません。ええ、一丁目一番地は、帰省前に2回のワクチン接種を完了することです。はい、さらに可能であれば、帰省直前に PCR 検査、抗原定量検査、まあ、特にですね、<え>ワクチン未接種の方はこれらを受けることをお勧めします。はい まあ新型コロナの濃厚接触者にまあ認定された方は、帰省するのは控えられるでしょうが、体調が悪い方もよく考えて行動してほしいと思います、えーはい。これ具体的には体調があんまり良くないと微熱があるだとか、鼻が出るとか、咳が出るとか、そういったものも含まれますかす、ね、含まれますね。そこがある方、ちょっとよく考えてね、えー、帰省するかどうか。 判断してほしいです。はい。あと、その規制に際してですね、新幹線とか飛行機で移動する際、これ、木下先生、どういうところを気をつければいいですか、まあ、飛行機や電車、バスの感染は、移動時間が長くなるほど、そして混雑しているほど高くなることが報告されています。はい、まあ。できる限り感染リスクの低い移動、これをするための有効な手段として、 移動中はマスクを装着して、はい、食事をする場合もマスク会食、はあ、黙食を徹底すること。はい、それから混雑している便を避ける、まあ、具体的には帰省ラッシュの時期や時間帯を避けること。はい、そしてですね、移動時間はできるだけ短くすることです。はい で帰省先で、その会食をするという方も少なくないかと思うんですけど、そういったときっていうのは、これはどういうところに気をつければいいですかこれはマスクが重要になります。いやはい、マスク。はい。これ、マスクを外してですね、えー、長時間会食をすると、感染リスクが高くなりますので、えー、やはり黙食、えー、マスク会食の徹底。はい。それから少人数。えー、それから長時間を避ける。 そして、こまめな手洗いをお願いしたいところです。はい、これ、長時間というのを、じゃあ、どのくらいと捉えるかということですけども、2時間ぐらいですかそうですね、えー、2>, まあ2時間以内にしていただくのと、いいえー、あと、どうしてもお酒飲んでね、こうみんなで盛り上げまいたい気持ちも分かるんですけど、えー、まあそこはちょっとぐっと我慢していただいてですね、はい、感染対策を徹底していただきたいですね。はい 今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きました木下先生ありがとうございました今年もお世話になりました